第106回全国高校野球選手権大会の2回戦を控える大社ナインを応援しようと、大社高校、出雲市大社町北荒木、吹奏楽部が前日の14日、全体練習をした。初戦はコンクール出場と重なって駆けつけられず、甲子園のアルプススタンドでの演奏は初めてとなる。音楽でナインを鼓舞しようと気合いを入れた。 11日にあった初戦は、全日本吹奏楽コンクール島根県大会に出場したため、甲子園では吹奏楽部の卒業生24人が代わりに応援した。15日にある2回戦では吹奏楽部の1から3年生30人と、卒業生18人が現地入りする予定で、演奏者が増え、初戦よりも迫力ある音を響かせそうだ。吹奏楽部員はトランペット、トロンボーン、クラリネット、サックス、 打楽器が各5人、ホルン3人、ユーフォニアムとチューバが各1人で臨む。14日は、大社高校で部員たちが応援用の紫色の T シャツに身を包み、全体で音を合わせた。チャンス時に使用する、チャンス大社、サウスポーのほか、選手ごとのテーマ曲、キューティーハニーや、ベニなど全14曲を一通り確認。 本番を想定し、応援団の掛け声が入る曲の間も撮りながら練習した。2年生の板倉部長は、部員みんなで甲子園に行けるので盛り上がっている。勝利につながるよう応援したいと意気込み、顧問の阿ゴを治生教諭は、一生で経験できるかできないかの貴重なチャンス。演奏を楽しんでほしいと部員に伝えた。